どうもおはようございます。中野敦です。それでは動画を撮りたいと思います。今日の動画について話ししたいと思います。この後に、今日はロト6なんで、抽選前の心境について話して、最後にロト6結果報告したいと思います。昨日予想した数字2口で何個一致するか今日確認したいと思います。この前が、前にも言ってんけど、まあ惜しかったかな。一つしか一致せえへんかってんけど、あと数字二つが一つ違い。それで当選逃したから、まあ、ある意味惜しかった。だから今日何個一致できるか。まあ、ただ不安なんが、一口目がかなり偏った感じで予想してるから、そこはちょっと不安かな。20番台、30番台なしで予想してるから。まあ、二口目は結構均等に予想してんねんけど、まあ、とりあえず、この、昨日予想した二口での結果見たいと思います。まあ当選できると信じて、ロトセブンはそれで、当選が3回来てるから最近、信じて、だからロト6も当選来ると思うから、継続予想し続けて、当選目指したいと思います。まあ今日、当選できると信じて結果を待ちます。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。